橘花の君子は、日本の女優。和歌山県和歌山市、本町生まれ。1933年、両親が亡くなり、当園の元日活渦正撮影所脚本部員の松本遊戯の幼女になり、東京市渋谷区に移る。青山高等女学部に進学。1936年、養父の勧めで、日活玉川に入社。 1937年、お父さんの歌時計で、初主演。けれども、青山高等女学部から、当時芸能活動について理解が得られずに、中途大学勧告を受けて、学校を中退。一行、轟どろゆきらと共に、日活現代劇で活躍する。特に、滝口慎太郎とは、制服を着た、芸儀以来共演が多く、青春コンビとして、人気を博した。 1939年に嵐勘十郎の相手役で時代劇三味線武士に初出演。この作品が評判になったことから翌1940年より時代劇の日活京都に移籍し、坂東つまさぶろうや片岡千恵蔵らとも次々に共演。1942年1月、戦時統合で大英京都に移籍ここでも 時代劇で活躍。1946年、池田富安監督の大同映画設立に応じたため、会社に睨まれ役が小さくなり退社。大同映画は、制作不能のため舞台に新境地を見出す。1950年、大英に復帰、脇役として71年11月の倒産まで、多数の映画に出演を続けた。以後は、DV ドラマに出演した。 1976年12月の映画の日に永年金属者として高峰秀子、沢村貞子らと共に表彰された。私生活では1942年に結婚し一難、かずめあり。ありがとうございます。